勇気って本当に強いわよね。どうしたの急に。いきなりそんなこと言われると照れるよ。謙遜することないわよ。さっきの戦いですごい活躍だったじゃない。クレハの言う通りです。勇気はかっこよかったです。ねえ、どうやったらあんなに強くなれるの？何か秘密の特訓してるとか？勇気の強さの秘密か。それはオイラも気になるな。ぜひ聞かせてくれ。そう言われてもな。僕個人のことだから参考になるかはわからないよ。それでも構わないわ。教えてくれるならとっても嬉しい。まあそこまで言うなら。と言っても経験をいっぱい積んだからとしか言えないんだけどね。経験？勇気ってGGO はそこまで長くやってないわよね。うん、GGO はね。だけど他のゲームはいっぱいやってきたからさ。 VR 空間での動き方とか敵の動きへの反応の仕方とか、そういうのはどんなゲームでも共通するところなんだよ。なるほど。やっぱり時間かけて練習して上手くなってくしかないか。そうだね。地道な努力が一番だよ。勇気の場合はそれだけじゃない気もするけどな。え？アルゴ、それどういうこと？やっぱり勇気には何か秘密があるの？知りたいか？もちろん。いいのか？この情報は根が張るぞ。なんせとっておきのネタだからな。と言いたいところだけれど、これはあくまでオイラ個人の考えだ。情報ですらないから金は取らないよ。あら、珍しいわね。でも助かるわ。それで勇気の強さの秘密っていうのは？センスかな。時々いるんだ、他の人たちとは明らかに違うやつらっていうのがさ。明らかに違う？ああ、勇気もそうだし、他にはキーボーとかあーちゃんとかシノンとか、あとは君とかさ。当然ですね、マスターは最強ですから。最強かどうかはともかく、とてもニュービーとは思えない成長っぷりには驚かされるな。ま、世の中にはすごい奴らがいるもんだ。あ、どうしたんだ？それじゃあセンスのない凡人は強くなれないっていうの？そんなことはないよ。オイラたちみたいな凡人のためにあるのが情報さ。敵を知り己を知れば百戦危うからずって言うだろ。情報さえあればどんな強敵にも勝つことができる。オイラはそう思うけどな。なんだ、ただの営業トークか。いやいや、嘘偽りない本心だぞ。でも勝つための情報収集はすでにもうやってるしな。あ、じゃあさ、一気に強くなれるようなすごい特訓の情報とか売ってない？ああ、そういうネタは売ってないな。勇気の言ってた通り、地道な練習が一番だ。そっか、ま、そんなうまい話は転がってないわよね。クレハは強くなりたいんだね。うん、強くなりたいよ。クレハも十分強いと思うけどな。ほとんどトッププレイヤーみたいなもんじゃないか。そうですよ、クレハは強いです。
ありがとう。でもこの程度じゃまだダメなの。もっともっと強くならないと。誰にも負けないくらい。クレハの気持ちはちょっとわかるよ。僕も誰よりも強くなりたい。強くなって僕はこの世界にいるんだって証を残したい。勇気もそんなこと考えるんだ。あんなに強いのに。今の強さは関係ないよ。むしろ今よりもっと強くなりたいってそう思うよ。強くなりたいってのはオイラも同じだぞ。私ももっと強くなりたいです。もうみんな強くなったら意味ないじゃない。でもちょっとだけ安心したかも。みんな強くなるためにいろいろ悩んでるんだね。よし、それじゃあ早速次のクエストを受けに行くわよ。いっぱい戦ってもっともっと強くなるんだから。任せろ。安くはないぜ。余裕が到着だな。見つけたぜ。終了ね。大したことね。トントントン。
N100 よ。それ頑張っているね。戦闘終了ね。ナイスだ。フライン、まだまだこんなものじゃないわ。これでどうだ。これがガジェットだ。見つけたぜ。使うわね。使うよ。やんなおい。スナイパーがいるわ。気をつけてね。手応えあったわ。手を貸してちょうだい。手応えあったわ。飛び上がれ。グレネードに行く。手を貸してちょうだい。おっ、トレジャーボックスだぜ。ここね、グレネードよ。もう大丈夫だな。慣れたもんだ。助かったわ。元気を出して。フライ、待ってて、今助けるわ。すごいわ。頑張っているわね。サンキュー。ありがとな。もっと頼ってもいいぞ。すごいな、こちら。手を貸してちょうだい。スナイパーがいる。気をつけてね。サンキュー。頑張ったかいあったぜ。ダウン、たため。スナイパーがいる。気をつけてね。回復するわね。こいつはどうだ。素直に練習ぜ。もっと行ったぞ。助かったわ。スタワー、フライ、待って、今助けるわ。出してくれるじゃないか。いいかな。ダイン、あれ全然足りねえぞ。スッスッ、やっ、遅いわよ。やったわ。トン、うお、見せてやる。吹っ飛ばされないようにな。ゆっくりせい。遅いわよ。頑張っているね。当然ね。当ててみせる。投げるわよ。すごいわ。ここね、元気を出して回復するわね。助かるぜ。投げるぜ。頑張ったかいあったぜ。もっと頼ってもいいぞ。やるわ。すごいな。よし、やるなおい。使うぞ。N100よ。当然ね。グレネードに行く。手を貸してちょうだい。ナイスだ。フライ、飛び上がれ。すげえじゃねえか。回復しないと。あるぞ。ダ
おおよ照れるじゃないか。ケイトの姉さんお願い、元気を出して。あるじゃないか。ダイン、ありがとう。戦闘終了ね。素直に嬉しいぜ。私のおかげね。やるもんだな。警戒しないとだな。投げる。まだまだ。もう大丈夫だ。ナイスだ。慣れたもんだ。助かったわ。元気を出して。使うぞ。ちゃんと回復をするのね。よし、助かったわ。使うわね。リセットやる。あら、トレジャーボックスじゃない。ついてこれた。あっ、しょしょはっよ。それだと行けるぜ。回復するわね。すごいわ。おおよ。
素直に嬉しいぜ。ありがとな。こんなもんだろ。すげえじゃねえか。やるもんだな。頑張ってるな。あるよ。照れるじゃないか。素直に嬉しいぜ。やるじゃないか。手を貸してちょうだい。これがガジェットだ。元気を出して。見せてやる。やるじゃない。ダイン、アルフ。こんなもんだろ。ナイスだ。クライン、まだまだこんなものじゃないわ。トレジャーボックスがあったぞ。ヘイトの分散お願い。すごいな。大したもんだ。戦闘終了ね。ついてこれぞ。頑張っているわね。手応えあったわ。
すごいわ。慣れたもんだ。ありがとな。サンキュー。こんなもんだろ。照れるじゃないか。よし。サンキュー。頑張っているわね。嬉しいぜ。これで大丈夫だな。助かったわ。回復するわね。やるわ。頑張っているわね。頑張っているわね。すごいわ。もっと行っちゃうぞ。ドン、畳め。
の分さんお願い。回復するわよ。なもんだろう。使うよ。手応えあったわ。もう、やるわ。毒。
頑張った甲斐あったぜ。元気を出して。照れるじゃないか。頑張ってんな。あるぞ。来た。行くわ。ダウン。畳め。やるわ。毒状態になったわ。なんだ。素直に嬉しいぜ。そう感じするわね。これしかる。やっぱな。サンキュー。こんなもんだろ。手応えあったわ。あの扉を開けてしまいましょう。来るときにアルゴさんに聞いてみたんだけど、か、なるほど。数が増えればそれだけ面倒な衝突が起きやすい。そうなる前に早く。ただあの扉の向こうはおそらく手強い敵、つまり。でしょうね。追い上げられる焦燥感はわかるけど、準備はしっかり整えてから向かいましょう。マスター、準備はきちんとするですよ。私もお手伝いしますからね。これがガジェットだ。よし、ついてこれるか。行くぜ。見つけたわ。よし、余裕で到着だな。すごいわ。当然。手応えあったわ。やったわ。戦闘終了ね。見つけたわ。ありがとな。こんなもんだろ。戦闘終了ね。見つけたぜ。スナイパーがいるわ。気をつけてね。手を貸してちょうだいだよ。もんだ。いった。見せてやる。使うぞ。投げるわよ。飛び上がれ。ここに。素直に嬉しいぜ。いいペースだ。ついてこれるか。よし。よっ。
よっしゃ。よし。俺はもう止められねえ。お、レイちゃんいたいた。いや、探したよ。レイちゃん、こんにちは。お二人ともこんにちはなのです。何か私にご用でしたか？うん、実はレイちゃんに頼みたいことがあるんだ。この機械のことなんだけどさ。ご名答。私たちさっきまで宇宙船の中を探索しててさ、その途中でこの機械のアイテムを見つけたんだ。最初は何やっても動かなくて、もう壊れてるのかと思ったんだけど、私のとっさの機転で起動させてやったってわけさ。機転って何しても、うんともすんとも言わないからムカついて蹴り飛ばしたってだけじゃん。まあまあ、それで動いたんだから結果オーライってやつだろ。それはそうだけど、ってそんなことはどうでもよくて、結局機械は動くようになったんだけど、こんな風に意味わかんない音声が流れるだけなんだよね。ほら、宇宙船内のシステム音声って全部バグってるでしょ。アフォシスに翻訳してもらわないといけないんだよね。それでレイちゃんに頼もうと思ったわけさ。おっと、嫌とは言ってくれるなよ。もしそんなこと言ったら、言ったら、そのあれだ、泣くぞ。
に思いつかなかったんだね。でも私もレイちゃんが引き受けてくれたら嬉しいな。ほらこの音声、必死に何かを伝えようとしてるみたいでしょ。何言ってるのかすごく気になるんだよね。ほらほら、レイちゃんのマスターもこう言ってることだし、この機会が。なんて言ってるのか教えてくれよ。バーカバーカ、あっち行け。え、調子乗りました、ごめんなさい。私じゃなくてこの機械がそう言ってるのです。え、この機械が？それじゃあ今のが音声の翻訳ってこと？はい、どうやら蹴られたことに対して怒ってるようですね。バカとかアホとかそんなことばかり言っています。あー、つまりただのハズレアイテムか。うん、こりゃ無駄足踏まされたな。納得できない。この機械を動かすためにあれだけいろいろ試したのに、それが全部ハズレなんて。レイちゃん、他には何か言ってない？何でもいいから、バカとアホ以外の言葉で。そのこのチビ女どもって言っているのです。ち、ふか、今の聞いた？私たちチビ女だって。聞いてた聞いてた。ああ、こいつは人にチビって言われると喜んでしまう悲しい女なのさ。そうだったのですか。ねえフカ、こんないいアイテムを手に入れられたなんてラッキーだったね。レンが喜んでくれるなら別にいいけどさ。そっか、私チビ